フレットの北ちゃんですね。尿検査透明黄色でした。比重が 1.030、まあ、正常です。 pH が 6.5、まあ、7が正常だからちょっと酸性より。タンパクとブドウとケトンビルルビンはマイナスで正常です。鮮血反応がプラスマイナス、出血してるかちょっと赤血球が加えてるか、でも痕跡だからまあちょっと微妙なところですね。その尿の尿検査の顕微鏡検査所見、今400倍に拡大してます。でどうも赤血球っぽいのが少し出てますね。それから少し細胞成分もなんか大きいのがちょっと出てますね。あれどこ行った？これねちょっと見にくいけど、ただ本当に少し尿インチも出てる。えこの子若いんだよな確か。赤血球なのかな、なんかちょっと大きいの、まあ、でもこれぐらいか赤血球は。なんか見にくいけど、これわかりにくいな。なんか細胞の塊みたいなのが見えますね。じゃあまとめますと、はい、2つ、はい、甘いんだ。いいよ、細胞成分が1試合に20個ぐらいから10試合に1個ぐらい、血小細菌尿液とは言わない出ないのが20分の1マイナスマイナスマイナス、 pH は7が正常、ワンプラスまでが正常、出ないのが正常、そして鮮血が少し出る、赤血球が少し出る、細胞成分がちょっと多いというところですね。